神と日本プロジェクト in 三重県宮本あずさです。この国には古くから伝えられる文化を受け継ぎ、長年の経験に培われた技術で脈々とつないでいく海の匠といわれる職人さんたちがたくさんいます。今回は三重県発祥といわれる技術を今に伝える職人の技に迫ります。三重県には海にまつわる技術を持ったさまざまな職人さんがたくさんいます。その一つに真珠があります。三重県の伊勢志摩地域は真珠養殖産業発祥の地です。真珠養殖は1893年に三木本幸吉郎がアコヤ貝から半円真珠を作り出すことに成功しました。その後、伊勢志摩地域で発展し、愛媛県、長崎県などへ広がりました。島の英虞湾はリアス海岸の恩恵を受け、山と海が近く、山からの豊富な栄養分が海に入り込みます。アコヤ貝の餌となる食物プランクトンも豊富で、ここで始まった真珠養殖の技術は脈々と受け継がれ、世界各地に広がっています。今日はどのような技術を見せていただけるのでしょうか。真珠養殖の中でも出来を一番左右する真珠の核入れ作業をお見せします。真珠貝の中に細胞と核を入れて、そこから真珠貝を作るためのものです。今日はその作業を見せていただけるということですよね。よろしくお願いします。細かくて繊細な作業で、改めてすごい技だなと思いました。ありがとうございました。田辺さんはこのお仕事をされて何年目になるんですか？そうですね、13年目ぐらいになりますかね。この作業で最も気を使うのはどのような時ですか？と言いましても全部ですよ。もう入れてるその貝をまず見て、どういうふうに入れるかで、入れた後の感覚が一つ一つ違うんで、思ったより失敗しやすいので、ね、気をつけなきゃいけないのが多くて本当に困ります。この仕事をしていて良かったと思う時はどんな時ですか？それはもう自分の作った玉がどういう出来栄えになったかの確認をすることが一番楽しいですね。田辺さんは真珠養殖をどのようにしていきたいですか？そうですね、まずは自分の腕を磨いて、その先達に負けないぐらいのいい玉を作りたいと思っております。本日はありがとうございました。海と日本。チャンネル登録よろしくお願いします。